クレタ島、イディ山の東側のオネオネは、谷と谷に挟まれた山地の一番高い部分の、なりのことである。山漁、稜線ともいう。地図上では、東高線の突出として示される。オネは、山頂から始まり谷間へと続く。富士山のような円錐形の山では、オネは、明確には存在しない。しかし、降雨と流水によって浸食が進むと谷ができるから、 谷と谷の間の盛り上がりとして、尾根が生まれる。孤立法では、尾根は山頂から麓へと伸びるが、多くの山は複数が並んでおり、その場合には、尾根は山脈の間をつないで伸びる。ある程度直線的に尾根のつながった山が並ぶのを、連峰という。そのような尾根筋を通り抜ける山考を往々に、重層という。また、そのような尾根筋は、分水嶺ともなる。 両側の斜面が急峻な尾根のことを登山用語では痩せ尾根という。これにはいろいろな呼び方があり、鎌尾根、ね、馬の背、剣の葉渡り、金霊足などと呼ばれる場合がある。アレート、グラート、リッチなどとも呼ばれる。氷河の作用によって作られた痩せ尾根は日本では特にアレートと呼ばれる場合が多い。氷食によるアレートは氷河の流下が進行していくことで、 峰の両側からカールが拡大してきてできる。痩せ尾根の中でも特に急なものはナイフエッジとも呼ばれる。痩せ尾根の反対に両側の斜面が緩やかな尾根を登山用語では広い尾根という。痩せ尾根は崖に近い点で危険であるから穏やかな尾根の方が安全であるが、他方で緩やかな尾根は尾根筋が明確でないため、尾根筋をたどりにくく、道に迷う危険が大きい。 八甲田山で、雪中行群が遭難したのも、なだらかな山頂部であるため、尾根筋によって方向が確認できなかったのが、大きい理由であった。飛田山脈のツバクロだけ付近山歩きをする場合、尾根筋は、位置が把握しやすく、コースがわかりやすいため、道としてよく使われる。また、道に迷った場合も尾根筋に出るのが良い。谷間に入ると、見晴らしがきかず方向がわからなくなる上、 滝や崖があって通れなくなったり、それらからの転落や滑落の危険性があることが多い。また、蒸気のように尾根筋は分水嶺であることがあり、その場合は下る向きを間違えると全く異なった方向に向かってしまう例もある。このようなことから、古くから尾根筋は山を踏破する際の通り道として使われた。 例えば、熊野古道の山間部はその多くが、尾根筋で、要所要所で谷底に降りつつ、また尾根を登る繰り返しになっている。普通あまり昇降のない部分は、尾根筋を通り、ちょっとしたピークではその山腹を通るようなコースである。なお、このような経緯から、山間部奥地では、集落は往々にして、主たる河川より、はるかに水準の高い位置に作られた。 ただし、尾根筋は一般に水が十分に得られず、生活には不向きである。集落は山腹から谷間に作られる。山を越える場合、長く続く尾根があれば最も低いところで越える。このような地点を峠という。道路は主に河川沿いに作られるが、主流ではそのそばを通り、谷間から分水嶺を越える場合には、谷底から山腹を登って、 ある程度のところでトンネルを作ってしまう。そのため、古道をあちこちで横切るコースになる。また、集落よりはるかに低いところを新しい道路が通ることになる例が多く、不便さを増幅している。尾根筋ははっきりした区切りとして把握しやすい。また、推計を分けるものでもあり、それによる区分には実質的な意味もある。そのため、尾根筋を区分線とする例が多い。 行政区分も、往々にして、尾根筋を通る。高い山の山頂が二つ以上の行政区分にまたがる。例がよくあるのもこれによる。山洋木分山丼の資料室山岳用語集、阿行ぶらり山旅。ありがとうございます。